J1C 大阪は21日、国際親善試合、韓国戦、25日、日サンス、W 杯アジア2次予選兼アジア杯予選、30日、福有の日本代表に初招集されていた MF、原川力、27、が負傷のため不参加となることを発表した。代わって、名古屋 MF、稲垣幸、29、が追加招集された。原川は同日開催の明治安田生命 J1 湘南戦レモンエースで負傷した。試合後半に負傷を訴え担架で運ばれ、交代後は自力で歩行した。稲垣は日本代表に初選出。この日開催の鹿島でも強烈なミドルシュートを決めるなど、ボランチながら今季3得点。好調名古屋を攻守で支えている。クラブを通じ、ミドルシュートの興奮冷めやらぬまま、代表選出で大変嬉しく思います。チームメイト、グランパスファミリーの皆さんをはじめ、これまで僕に携わってきてくれた方々のおかげで、代表に選出していただきました。今まで世代別代表にも入ったことがなかった僕ですが、精一杯頑張ってきますとコメントした。